芳美さんにいつか会える気がするみたいに思ってたんですよ。絵を描くみたいに本を描くんですね。どういうことですか。ですよね、はい、好きなことを好きな時にできる仕事最高じゃんと思って、この働き方をみんなに伝えたいと思って、そこからパートナーに当たり、うんうんうん、もうやめるみたいな、なるみたいな皆さんこんにちは、キコです。今日はインタビュー企画キコットでございます。本日のゲストはベストセラー作家の宮本芳美さんです。芳美さんはですね、今までたくさんの本を出されていて、主に女性向けのビジネス本なんですけども、好きな時に好きな人と好きなことで稼ぐっていうようなね、まさに風の時代のビジネスのようなことを発信されてた方なんですね。かくいう私もですね、一番最初会社員を辞めて自分の好きなことで仕事にしていこうって思った時に、芳美さんの1冊目の本の可愛いままで年収1000万円っていう本があるんですけど、それが本屋さんでパッと目に入って、それを見ながら私もこうなりたいっていう姿を書いていったりとか、そこからですねすごく勇気をもらって一歩踏み出したんですね。芳美さんの本をバイブルのようにしてやっていたので、ついに、この時が来たなっていう感じですね。当時の私からは雲の上の方っていう感じだったので、この対談の機会がいただけてもうとってとても嬉しく思っています。まさにね、夢ノートにも書いていたんですけども、一つ、現実となる日ということで、本当に私もね楽しみにしておりました。はい、っていうのもね、ちょっとテンションが上がりすぎてオープニングトークをね撮り忘れてしまったのでこれ後撮りなんですけど、ワクワクで芳美さんに会いに行ってきましたので、早速ご覧ください。はい、それでは本日のゲストは宮本芳美さんです。よろしくお願いします。それでは早速なんですけど、はい、いきなり10問10答よろしいですか。はい、大丈夫です。はい、じゃあ、いきます。それでは第1問、弱み苦手なことは。朝起きるの苦手なんですか。もうすごい苦手です。何時ぐらいですか、ちなみに。11時ぐらい。あ、一緒、嬉しい、ありがとうございますでは第2問、それをどうやってカバーしていますか。カバーしていなくても全てを許す。なるほど、はい、それでも回るような生活にっていうことですね。あ、そうですね。3番、人生で一番幸せだったことは何でしょうか。パッて今思い出したのは、はい、セックス・アンド・ザ・シティのキャリーがすごく大好きで、ニューヨークにも憧れていたし、おしゃれしてライターでっていう生活したいなっていうふうに何度も見てたんですけれども、はい、そんな私がニューヨークに編集者さんたちと行って、キャリーみたいにカバーの写真とか撮ってもらったりとかした時に、あ、ここまで来たなって思いました。夢が一個叶った瞬間なんですね。ですね。じゃあ第4問、人生で一番辛かったことは。結構もう家賃とか払えなかった時とかがあって、お風呂のシャワーに打たれながら泣いたじゃあ続いて5番、どうやってその辛い時を乗り越えましたか。そうですね、その時はちょっと乗り越えられなくて、それを何回も何回も繰り返してしまったんですけれども、好きなことを仕事にして、そのお金に対するマインドだったりとか、働き方のマインドが変わった時に乗り越えたなというふうに思います。なるほど。続いて6番、幸せに生きるために手放した方がいいものは。こうじゃなきゃいけないというような考え方ですね。では続いて7番、今のお仕事を始められたきっかけは。自分しかできないこととかやりたいなというふうにすごく思っていて、はい、買い物とファッション雑誌が好きだったんですよ。それをなんか仕事に生かせないかなって思っていたので、お買い物を同行するっていうような、人のお洋服を選んであげるみたいな仕事ないかなっていう風にネットとかで探していた時に、パーソナルカラーとか骨格診断とか資格があるって知って、そこからビジネスを始めたというのがきっかけです。続いて8番、子供の頃はどんなお子さんでしたか。結構好奇心旺盛で、もう幼稚園に入る前から幼稚園に行きたすぎて一人で幼稚園に行っちゃうみたいな子供です。フライングしてた。フライングしてたすごい。9番、人生の転機はありましたか。繰り返しになっちゃうんですけれども、やっぱり好きなことを仕事にしたこと。28歳の時に起業したんですけれども、はい、20代の頃の人生と、今年で40なんですけれども、30代の10年間はもう本当全然違うものだなって思います。では最後10番、どんな人に助けられてきましたか。もうみんなに助けられてきたので、どんな人っていうのはすごく難しいんですけれども、友人もそうだし、仲間もそうだし、はい、パートナーとか家族とか、この人っていうよりかはいっぱいだなっていう浮かんでくる感じですか。はい、ありがとうございます。それではひとまず10問お疲れ様でした。じゃ
ゃあちょっと詳しく気になったところを聞かせていただきたいなと、はい、ニューヨーク行かれて憧れのキャリーみたいにっていうところと、家賃払えなくてシャワー浴びながら泣いてたっていうその落差がすごいんですけど、それでどれくらいでそこまで変わられたんですか？10年ぐらい経ってると思います。泣いてた時は結構結婚もしていたりとかして、でそこから自分の好きなことで仕事を始めて、はい、その後離婚をして、その後もやっぱり老後ずっと一人だったらどうしようとか、このままこのフリーランスの仕事で一生食べていけるんだろうかとか、結構一生というかもう来月食べていけるんだろうか、来月の家賃も払えるんだろうかって不安が増幅してしまって、そうクローゼットの中で体操座りで泣いたりしてもうだいぶ入ってますね。そう不安すぎてもうどうしたらいいんだみたいな。でも泣いてても生産性がないことになんかもうって思って、泣きながらブログ書くみたいなことをしてました。その時のブログってどんなこと書かれてたんですか？ブログにはその悲しいこととかは後からは書くんですけれども、はい、自分が今こうドロドロ思っていることとかをそのままブログに書いたりするとすごい感情的なブログになってしまったりとかするじゃないですか、なんかそういうことはしないようにしていたので、今日はこういうコーディネートで働いてましたみたいなのとか、はい、最初はやっぱ1日3記事とか絶対書かなきゃっていうふうに思っていたので。それどっかで学んでそう言われたとかですか？よくあるじゃないですか、アメブロ攻略みたいな。私はやれることは、まあ、とりあえず全部やってみないと。その時に心折れてちょっとバイトとかなんかもう会社員に戻ろうかなみたいなのなかったですか？いや何度も求人雑誌開きましたし、その前司会者をやっていたので司会の先輩にお仕事あったら回してほしいですって電話したりとかすごくしてましたね。だけど求人雑誌を見て、でどれにしようって探している時にもうだったら頑張ってブログ書いてその時間にお客様来てもらえるようにもっと努力しようって。それは求人見てやっぱ嫌だなって感じだったんですか？本当にしたいことはこれじゃないよねって思って、もうちょっと頑張れるところまで頑張ってから本当にもう一回考えようって最初にしようみたいな。そうそうそう、最初って私も本当に求人票めっちゃ見てたんですようん、うん、ちょっと隙間時間で働けるよみたいなやつとか、やろっかなやろっかなとかやってたんですけど、でもそこで折れちゃう人とあとちょっとあとちょっとって言いながら行ける人って何が違うと思います？私自身の考え方としてはもう好きなことをしてるかしてないかっていうところかなっていうふうに。なるほど、思います。本当に好きじゃないとそこでもう心が持たないって。そうですね。なるほど、本当に好きなことなんですかみたいな。そうそう、ちょっと宇宙から試されてる感はありますよね。そう、この前のクラブハウスでキコさんとお話ししてた時もその話出ましたよね、はい、YouTube うまくいかなかった時、はい、そうです、求人票見て応募しようかなどうしようかなとかっていうのをずっとやってたんですけど、でもやっぱりもうちょっと、もうちょっと死にかけたらみたいな感じで。わかります、わかります。でもちなみにちょっと余談なんですけど、私その本当に暇でどうしようっていう時に東京の街をフラフラしてた時があったんですけど、その時にたまたま入ったカフェでよしみさんを偶然お見かけしたんですよ。 ありがとうございます私本当それこそ起業した時によしみさんの本を読ませていただいて、それで理想とか言って書いてやってたので、勝手にどっかでよしみさんにいつか会える気がするみたいに思ってたんですよ。多分全ての読者さんが思ってると思うんですけどでも初めて近くでお見かけして、でとりあえず一回隣の席に座る本当に不審者でしかなくて、いつかちゃんとお会いしたら謝ろうって思ってたんですけど本当にその説は失礼です。いや、ありがとうございます。ただの怪しい人だったんですけど、その時にとりあえず近づいてるわけじゃないですか、今全然目の前うまくいってないけどちょっとうまくいく予兆なのかもって思っての今日なので、そんな風に思っていただいて本当に嬉しいです。本当私的にはすごい、吉見さんがニューヨーク行かれた時ぐらいのテンションです。いや嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。でも吉見さんもそういう辛い時期があってっていうことですもんね。そうですね、泣いてはめいてっていうのはいっぱいあります。起業初期だけじゃなくて。あ、そうなんですか。あります、あります。え、具体的に話せるエピソードとかなんかありますか？例えば、はい、洋服の、あの仕事が楽しくて、好きなことを好きな時にできる仕事最高じゃんと思って、この働き方をみんなに伝えたいと思って、そこからワークライフスタイリストって今名乗ってるんですけれども、そういった活動をし始めるんですね。
最初はまあこういう好きなことを起業できるよっていうコンサルだったりとかさせていただいてたんですけれども、はい、本ってどうやって書かれるんですかとか聞かれるときに、はい、絵を描くみたいに本を書くんですね。え、どういうことですか。ですよね、はい、ロジカルなことがあんまりなくって、はい、なんかこう下絵を描いて色付けするみたいに書くんですよ、うん、でも最初にこう全体像が見えてて。そうです、全体像が見えないとこうグッと入れなかったりとか、だから下絵を描きながらちょっと全体像の色を見ていってみたいな書き方をするんですけど、そのブログの書き方も本ほどじゃないけどそんな感じで書いてたんですよね、はい、全体がこう浮かんでて でその中でなんかこうふわーって書くみたいな感じで書いていたので、教えるっていう風になった時に、なぜその生徒さんが書けないのかっていうのが分からなくて、その生徒さんが、まあ、他の方のところも行かれたりとかするじゃないですか。他の講師の方とか、そうそう、ブログ、はい、あの書き方講座みたいなのに行かれ、うんうんうん、行きましたって聞いて、書き方教えてくれるわけですよ。こうやって聞きました、なんかそのなんていうんだろう、ロジカルにというか、行間はこれぐらい、なんかあ、もう本当になんか ルールルール、そうですそうですそうです、文字の色は何色までとか、そうそうそう、文字の大きさノウハウそのままみたいな感じで、そうなんです、そうなんです、うん、で分かってる、 その通りにやってるはずなんだけど、うん、それを伝えられないっていうことに本当に悲しくて悔しくて向いてないみたいな、もう泣いてパートナーに当たり、もうやめるみたいな感じでした。そんな時期があったんですね。全然ありました。でも彼には浅見ほうこさんとか大好きだったから、浅見ほうこさんみたいにいつかなれたらいいなみたいな、ほうこさんみたいになるって言ってたじゃん、いい感じですね、そうなるみたいな泣いてやってました、まあ、そういうことをなんか繰り返しながら、うんうんうん、ここまで来たなって思います。すごい。パーソナルスタイリストって吉見さんが独自で作られた、いやいやいや、 あるんですか。あの、まあ、皆さんやってらっしゃる、そのファッション動向とかもともとあるお仕事、もともとやってらっしゃる方たくさんいらっしゃって、はい、パーソナルカラー診断とか、うん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 、秋とか春とかいうのありますよ ね、 あ、 よね、はい、あと骨格診断とかたくさんやられてる方がいて、うんうんうん、教えていただいてっていう感じで。最初はやっぱり他の人と比べるとかはありました。あ、もう最初はもういろんな方の、その時のパーソナルスタイリストとかイメージコンサルタントって名乗られていた方全員知ってたんじゃないかっていうぐらいリサーチしてましたね。すごい。それって比べて私なんか全然ダメだなのか、いや私の方がいいはずのになんで私売れてないんだろうなのか、どっちの感じですか。そうやってもらうと比べてなかったの。そう、なんか情報、こうやってやってるんだ、ふむふむみたいな、で売れてる人がいたらこういう風に売れてるんだ、ふむふむみたいな。じゃあ嫉妬とかあんまされないですか。まあ、知ってたかもしれないですけど、うんうん、この人いつから始めてるんだろうとかは見たりしてたから、はい、でもその、まあ、いろんな人の情報を見て、うんうん、でそこからどんどん自分に集中していって、自分はどういう風にするかやっていくわけじゃないですか、はい、そしたらね、本当に人のこと見なくなって、その最初に見ていた人たちが今どうなっているのかって全然わからないんですよね。あ、そうなんですね、じゃああの時のあの人抜いたとかもないんですか、ね、全然わからないです。その方が続けていらっしゃるかどうかもわからないし、じゃあもう慣れるっていう前提で参考に見てたって感じなんですね。そうですね。そうですね。いやすごい。いや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 。でもなんか結構パーソナルスタイリストってモデル上がりの方とか C 上がりの方とか美人な方とかが多くって、こういう風に私はできないから、その外見にすごいコンプレックスがあって、めちゃめちゃ洋服にお金使ってたんですよ私。もうカードの限度額やばいみたいな、いつも。それはそのコンプレックスがあるから服でっていうことだったんですか。そうだったんですよ。もう服が自分をこうちょっと変えてくれるみたいなところに執着しすぎてて、 OL 時代にもう、でカードの明細見て泣くみたいな生活を送っていたので、その気持ちを分かってくれる人に来ていただこうと思って。でもそれで悩んでる OL さんとか多いじゃないですか、うん、だから刺さったんですねきっと、ね、そこをちゃんと出したっていうのは、まあ、うんうん、すごく良かったかなっていうふうに思います。私なんかこんだけお金使ってきたんで洋服に、だからもう自信ありますみたいな。なるほど。でもすごい、やっぱり同じステージに立ってる前提で他の人をふむふむって見てらっしゃるのが、その前提で言ったら絶対成功するじゃないですか。私なんでこの人の方が売れてんだろうとかすごい見ちゃうのでそういうと思った時どうするんですか。でも私は怒りとか嫉妬がパワーになるタイプなので、
え、なんでこの人全然編集もしてないし、なんかボソボソ喋ってるし、うん、こんな薄暗いとこで撮っててこんな伸びてるの悔しいとか思って、うんうん、だったら私でもできるみたいな感じでやり始めるんですよ。結構怒りが原動力になることが多いので、自分の怒りを割と素直に認めると、うんうん、そこから進んでいくことが多いんですけど、よしみさんのその健全なまっさらな心に打たれました。すごい研究しちゃう。自分がダメだというよりは なぜみたいな感じで、すごいリサーチが、リサーチしてるなっていうのは思います。私も講座とかですごい伝えてるんですけれども、うんうん、結果とかに自分の価値はもう置いてない人間で、その人の方が再生回数回ってる、それはその人の結果で価値ではないから、うん、そう、なんかなんでだろうっていうのはあんまり思わないのかもしれないです。なるほど。うん、失敗したくないと思うと動けないっていう方が多いと思うんですけど、それを失敗っていうふうには捉えないですか？全然失敗したなと思うと思うんですけど、失敗は情報なんですよね。失敗は情報。テロップ入れたいね、ここに。ですか、ありがとうございます。もう想定内って感じです。あー、なるほど。そんなの失敗するに決まってるじゃんっていうぐらいの。そうです。もうだってそんな自信ないです、自分に。確かに。そう思ったら失敗しないやり方があるって思ってる方が過信しすぎなぐらいかもしれないですね。そう、やりながらこれ違うかなと思ったらちょっと違う風に次はやってみてとか、どうせ失敗するぐらいに思っといた方がいいんですね。そうなんです。とりあえずやってみようです、本当に。なるほど。よしみさんもともと司会をされてたじゃないですか、司会の時とパーソナルスタイリストでやられてたことと今やられてることってジャンル違うと思うんですけど、やってることとかもなんかそれって好きが移動してった感じなのか、それとも本当の好きなことにどんどん近づいてってる感じなのか、どんな感じですか？そうやって言われると本当の好きな方に近づいていっているってことかなと思うんですけれども、最初会社員時代にもっと自分に何かできないかなっていうのですごく悶々していたんですよね。でその中でお友達が結婚したんですよ。で二次会の幹事をして、で司会をした時にプロなのってみんなに言われたから、でその時すごい自分が何ができるかって探している時で、あ、司会できるかもっていうふうに思って、すぐスクール入ってデビューしたんですよ。もう25とか4とかぐらいの時なんですけど、そこから7年ぐらい司会もやるんですけれども、もちろんすごくやりがいのある仕事でしたし、家族がもうそのセリフを覚えてしまうくらい毎日練習してっていう、そうぐらいやっていたんですけれども、できることだけど本当は好きではなかったんですよね。そうなんですね。でよしみさん普段クラハとかでもご一緒させていただいたり、あとよしみさんが他の方とされてるのを聞いたりしてる時に、こう回すのすっごいお上手じゃないですか。だからそれってなんか私才能なんだなと思ってたんですけど、才能好きなことはまた別ですか？そうですね、まあ、同じっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、好きなことではないんですよね。なるほど。率先してやりたいかといえば、それって最初でも好きなことがまだはっきりしてないわけじゃないですか、その段階で得意なことやってるのって、それはそれで結構やりがいはありました。あったし、指名をもらえたりとか、そういうことでなんかよし頑張ろうっていうふうにすごく思ってたんですけど、でもやっぱりすごい司会が好きな先輩と喋ってた時に、あ、全然好きの度合いが違うと思ったんですよね。私その先輩が電話で今日の結婚式どうだったっていう風に電話かかってきて、いや、どうもこうも普通でしたみたいな感じで言ったらその先輩が結婚式に普通なんてないよねみたいな、もう感動ポイントすごいたくさんあるよね毎回って言われて、あ、もう新郎新婦だったらこういう司会者さんにやってもらいたいよなって思ったんですよ。でもしかしたら私にも先輩と同じような熱量でできる仕事があるかもしれないっていう風に思って、洋服好きだな、洋服のサロンとかできたらいいなっていう風に思ってやってみようみたいな。じゃあ得意なことやってたら得意を超えるぐらいの好きなことに見つかるみたいな感じですかね。そうですね、司会者はやっておいてよかったなって思います今ね、講演会とかさせていただいて難なくできることとかはつながってはいるんですもんね。そうですね。そうです。あ、すごい。でも私同じパターンで、私一番最初エステだったんですよ、お客様がたくさんついてくださったので、これは転職かなと思ってエステサロンで起業したんですけど、独立はしてなかったけどサロンでやってて、今はちょっと子育てがあるからお休み中みたいな、友達が腕なまっちゃうからって言ってやってくれた時に、あー楽しい、5時間でも6時間でもできるって言いながらやってたんですよ。え、私90分が限界って思ったんですよ。
違うって思った。これで転職はちょっとおこがましいかもと思ったんですけど、なんか似てますよね。似てますね、はい、それってとりあえず得意なことから始めてみても、うん、好きが後から出てきたりしてどんどんアップデートされていくから無駄じゃないですもんね。そう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 、まあ、好きの熱量って人それぞれだから、うんうん、なんか5時間できるものじゃないとダメっていうことでもないですしね、うん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 、なんかそのご自身のしっくり感をもうやりながらっていう感じかなっていうふうにも思います。そうですね、うん、何を重視するかも人それぞれですしね。そう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 、本当に。最後に20代と30代全然違うっておっしゃってたじゃないですか、はい、うん、どうやってそこまで変えられたかっていう、もう一言でこう見てる方が分かるようなお伝えができたらいいなと思うんですけど、うん、なんかどれくらい違ったんですか20代と30代って。20代はまず本当にお金がない、はい、お友達のご祝儀を捻出するのもきついぐらいお金がなかった。あ、いろんな意味で心が貧しくなりますよね。そう、なんかずっと足りないっていう気持ち、欲しいもの買えないとか、うん、そう買ってももっと買いたいのに買えないとか、うん、お給料これだけしかないとか、そういうことばっかり考えていて、うん、でも一生この生活は変わらないと思っていたし、うん、こういうふうにずっと思い続けて生きていくしかないよねっていうふうに思ってたんですよね、うん、そこから別にそれを変えたいというよりは、はい、好きなことを仕事にしたいというふうに思って、はい、あ、そっちが先なんですね。そうなんです、うん、で好きなことを仕事にしたらお金の使い方が変わったんですよね。好きなことでお金をもらう OL の時より少ないですよね最初は、もちろん、ね、だけどこんな楽しいことしてお金もらえるんだみたいな、うんうんうん、そうするとお金使う時もなんか嬉しいになったんですよ。なるほど、なくなっちゃうとも違うんですね。そう、また楽しいことをしようみたいな、あ、なるほど、感じの循環に入っていったら、うんうん、すごく豊かになっていったんですよね。そこからカチッと変わったなって思います。やっぱ入ってくる時のマインドが違うと出てくる時のマインドも全然違うってことですね。違うなっていう風によくお金のブロックをどうやって外したんですかってお話いただくんですけれども、うん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 、お金がたくさん入るようになったからブロックが外れたというよりは、はい、そこが原点だなって私はすごく思います。そうですね、はい、私もまだカウンセラー本当駆け出しの時にその場でいただいてたんですよ、その日のカウンセリング代金を。じゃあちょっと今日カウンセリング頑張ったからマッサージ行こうみたいな、で出すから0円なんですよ結局でも私今日大好きなカウンセリングやって気持ちいいマッサージ受けて、お財布の中身は変わってないけど私めちゃめちゃ増えてるってなって。そう、うん、わかります。それってでも嫌な仕事してる時ってないですよね。そうなんですよ、減っちゃったってまた大変なことしなきゃいけないってなるんですよね。また大変なことしなきゃいけないか、また楽しいことをできる、全然違いますね。全然違うんですよお金の入り方が。なるほど、同じ量入ってきたとしても残る気持ちが全然違います、ね、全然違います。もっと楽しいことしたいからお金が入ってくるような行動しちゃいますよね。だって楽しいことだからもっとしようってなる、はい、たくさん入ってきたらたくさん楽しいことに使えますもんね。その前もたくさん楽しいことしたらたくさんお金入ってきちゃうんですよ。あ、楽しいことをたくさんただしたら結果お金も入ってたみたいな。そうですね、そっか、それが一番違いますよね。あの嫌なことというか我慢して得たものが出てっちゃったら我慢が増えるけど、好きなことを仕事にしてる時って稼ぐ時と使う時のマインドが一緒ってことですよね。そうですね、どっちでもいいですよね、もはや。そうなんですよ。あ、だから散財が減るってことですか。そうなんです。なるほど、今絶対なるほどって連呼してる人いっぱいいると思います嬉しいですじゃあやっぱりよしみさんとしては好きなことを仕事にし始めたっていうのが一番人生変わった、そこだと思います私は。あ、あの本当に今私のカウンセリング来られるクライアントさんも視聴者さんのコメントとか見てても好きなことで仕事したいんですけどっていう方が8割9割ぐらいなんですよ。すごい嬉しいです。すごい風の時代の後押しもあってなのか、すっごいいい流れだなって思うんですけど、当時のよしみさんみたいな悶々期の方とかやってはいるもののまだ不安がいっぱいっていう方に向けてちょっとよかったら一言。はい、私もすごく悶々期が長くって、うん、どうしたらいいんだろう、もっと私できることあるはずな気がするみたいなっていう風にずっと思っていたんですよね。その時にやっぱり会社のデスクでちょっと暇な時に自分は何がしたいのかなとか何が好きなのかなっていうことをすごくすごく考えていたんですよ。今は本当に私のレッスンとかで好きとか楽しいとか楽しくないこととか嫌いなこととか考えていただいて、そこから自分のやりたいこととか見つけていくっていうセッションとかやらせていただいているんですけれども、掘り下げるところから始め
されていただけるとすごくいいのかなって。やっぱりなんか何が好きでっていうのって日常の中で考えなかったりするじゃないですか。改めて時間取らないとなかなか考えないですね。そうなんですよね。だから自分がしたいことわかんないなみたいな風になってしまうと、望み通りの人生が望みがわかんないわけだから自分の、そうですよね、そうゴールわかんないのに目指せないですよね。そうなんですよ。全て思い通りって本当に全部エネルギーが現実化されるので、嫌だなって思ったことも現実化されていくし、こんなもんなのかなっていうことも現実化されていく。でそこで望みを明確にして、それを自分に、解いて確認していくっていうのが大事かなというふうに思うので、ぜひぜひ簡単にただでできるというか、そうですよね、一人でできちゃうことなので、やってみていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、はい、もうだってこの YouTube を見られてる時点で、ちょっともう一歩目は出てるわけじゃないですか。でこの動画を見てる時点で何かを得たいと思ってる方だから、あとちょっとノートとペン持ってカフェにでも行っていただければ、それをやるだけ全然違いますよね。そう、自分の心地いい場所でね、やっていただけたら気分も上がるし、そうですね、楽しいこととしてやってみてもいいですよね。ぜひぜひ。あ、本当にあの貴重ないいお話を今日はありがとうございました。ありがとうございます。本当にあの私山本芳美さんの著書を読ませていただいて、悶々期を抜けるっていうところまで来たので、最新作とかありますか？最新作は、昨年末におうち CEO、 あの私史上最高の働き方という本を出版しまして、企業タイプ診断っていうので、自分の働き方のタイプを診断できたりとかするチャートを作ってやったので、もしよかったら見ていただけたら嬉しいです。じゃあ概要欄の方にリンクも貼らせていただきますので、よろしければ皆さんあの見てみてください。ということで今日のゲストは宮本芳美さんでした。ありがとうございました。あなたもオファーバンジーチャレンジしてみませんか？このキコットの企画では、すでに成功されている方や幸せになっている方の潜在意識を分析、その潜在意識になるために過去にどんなことがあったかのお話などを聞いて、その潜在意識をみんなで真似して楽に幸せになっちゃおうという企画でございます。そのためにいろんな方の成功体験や失敗体験をお聞きしていこうと思っています。あなたの憧れの人とぜひ対談させてください。そしてそのあなたの憧れな人に直接オファーメールを送るというバンジーしてみませんか？声をかけるのはなかなか勇気がいることだと思います。しかしこのオファーバンジー、過去に挑戦していただいた方には、自分に自信が持てた、自分もこんな風に勇気を出すことができた、最初の一歩になったと嬉しいお声をたくさんいただいております。そして対談が成立した際には、オファーをしてくださったあなたのことをお相手にお伝えしたいと思います。憧れの人にあなたを知ってもらうチャンスです。このオファーバンジー挑戦してみてください。そしてこのキコットで対談してくださる方も募集しています。あなたの人生、辛いことや失敗談、そしてそれを乗り越えて今こんな風に変わったということなど、根掘り葉掘り聞かせてくださる方、ぜひ一緒にお話ししてください。オファーバンジー企画、そしてキコットの対談依頼は概要欄に応募フォームがありますので、ぜひそちらからご応募ください。たくさんのご応募お待ちしております。